大黒屋ラーメンと、八王子ラーメンを経営しております高山と申します。20年ほど前にリトル東京でまた商売をする機会がありまして、アメリカではまだラーメンはそのメジャーではなかったので、当時はもうラーメンというとカップヌードルとかインスタントラーメンとか、そういうイメージの時だったので、ぜひアメリカのお客さんにもレストランで食べるラーメンをぜひ知ってもらいたいなということでラーメンを始めました。大黒屋リトル東京店の、ね、店長の木村上と申します。大黒屋では2015年の4月から高安製麺の店を使用させていただいてます。大黒屋の辛味噌ラーメンとつけ麺の商品に使用しているんですが、辛味噌ラーメンに関しましては大黒ラーメンに次ぐ大黒屋の看板商品なんですけれども、高安製麺さんの方に麺を変えてからというもの、お客様の人気もいっぱいもありましたし、さらに美味しくなったなという印象を受けます。麺自体にこう味があって食感だったりとかっていうすごい歯応えもいいねっていうような感じで毎回好印象を取っていただけるという感じです。日本の味と品質をそのまま引き継いでいる印象がありました、ね、品質のブレが本当にないなっていうのと、使用していても5年以上6年近くなるんですけども、その6年間の間に何かもう問題があったことも起こること今までなかったので、そういった意味ではすごい高い品質を持たれているなと思います。やっぱりそういった品質管理に関しましては徹底されているなというふうに思いますし、小林製麺さんの方たちと話した時にやっぱりその麺に対する情熱などが伝わって麺に対する思いが強い感じだなというふうに対します。やっぱり最近ベジタリアンの方たちなどが増えていますので、そういった方たちの需要に合わせるような、新しいメニューの開発などを、考えて、いろんなニーズに合った商品を出していきたいなというふうに考えています。